皆様こんにちは。東京都中央卸売市場ではオンライン料理教室を開催いたします。日本を代表する料理人の皆様に市場で仕入れた鮮度抜群の食材を使って料理をしていただきます。今回教えていただきますのは銀座の日本料理店むつかり総料理長秋山義久さんです。丈夫な体を作る料理をテーマに分かりやすく丁寧に教えていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ秋山さん、今日は市場から仕入れた食材を使って作っていただくわけですが、はい、秋山さんにとって市場とはどういったところでしょうか。そうですね、僕も18から市場には通ってますので、まあ、言うなればその市場にこう 見守られながら、料理人人生歩んできましたので、すごく大事な存在ではありますね。料理人秋山さんの目から見た市場の魅力とは何でしょうか。品揃えもそうですし、全国から、まあ、世界中から物が集まってくるところだと思ってます。ですからそういう意味では世界に誇る市場なのではないかと思います。本日市場から仕入れた食材は一体何でしょうか。今日は、ブリです。はい、やはり市場からのブリは違いますか。そうですね、まず鮮度が違いますね。特にブリのような青い魚は鮮度命なので、はい、全く違うと思います。そんな鮮度抜群のブリを使って作っていただくお料理は何でしょうか。今日は塩ブリ大根。塩ブリ大根、はい、ブリ大根って聞くと、まあ、醤油で味付けしたちょっと甘じょっぱいものをイメージするんですけど、はいはい、一般的には味の濃い煮詰めた料理ではあると思うんですけれども、塩を使うことによってすごくその食べやすい、飽きない、そしてその残ったスープでもうどんや雑炊や、等で楽しめるお料理の一つだと思います。もうブリからそのスープまで丸ごと味わえる塩ブリ大根ですね、はいはい、楽しみです。さあそれでは使う材料はこちらです。秋山さん、今日はブリの切り身を使っていただくんですけれども、はい、煮たり焼いたりさまざまな料理で大活躍するこのブリの切り身、はいはい、皮目が黒かったり白かったりいろんなところがあると思うんですけれども、はい、どういったところを選べばいいでしょうか。まずブリの皮ってすごく厚いので、まあ、すき引きといって、まあ、皮を剥いであるものが多いんですね。で、まあ、背中の方を使うのかお腹の方を使うのかによっても身質は全然変わってきます。今日は、背中の方の、身を使って、皮も一緒に皮と身の間に美味しさが詰まってますので、両方味わえるものを使います。背中の方というのが皮が黒い方になりますか。黒い方ですね、はいはい、お腹の方が白い方、白いです、はいはい、スーパーからこうパックのブリを買ってきて、はい、保存方法というのはどういったふうにすればいいんでしょうか。保存方法はできれば魚は軽く両面に塩をして、それで冷蔵庫に入れといてもらいたいです。チルドとかではなく普通の冷蔵庫で。冷蔵庫です。できれば両面にほんのりうっすらと塩をして少しこう傾けてもらいたいんですね、はい、で、まあ、要は脱水です。臭みと魚の持っている水分を少し抜いてあげる。そしてそのままラップをせずに一回冷蔵庫に入れて冷やしてあげる。そうすることによって餅は全然変わってくると思います。どれぐらいのお時間入れておけばいいんですか。ラップをせずに、だいたい1時間ぐらい。1時間ぐらい軽く使用して、はい、斜めにして冷蔵庫に入れておく、はい、その後はもうラップをしてそのまま。そうですね、はい、一つ一つラップをして、まあ、冷凍するなり、そのまま使うなり。塩は洗い流さなくていいんですか。洗い流さないです。そのままで布巾で拭く程度の感じでいいです。ありました、はい、勉強になります。はい、それではそのブリを使った塩ブリ大根早速作っていただきましょう。はい、まず、ブリの切り身ですねにを半分に切って、そこに両面軽く塩を当てます。切り身大きい場合は半分に切りますね。
塩の加減がわからない場合は、軽く塩をまな板に振っていただいて、そこにブリの切り身を並べてください。ブリは青魚なので独特の匂いがありますので、その匂いと少し水分を抜いてあげる感じですね。どのぐらいの時間置くんでしょうか。この状態でだいたい10分ぐらいは置いてあげた方がいいと思います。裏返したりする必要はないですか。ないです、はい、裏に塩を振ってありますので、このままの状態で結構です。まず大根の輪切りですね。3センチの幅に切った大根、この皮を剥いて、十字に切ります。食べやすい大きさに切ります。大根は少し皮を厚く剥きます。ピーラーで厚めに剥いても大丈夫ですか。ピーラーでも十分です。ケチケチせずに皮を厚めに剥いてあげてください。じゃないと繊維が残って口に当たりますので、残ったら残ったでこの皮は干してきんぴらにすればいいんです、はい、みんな物捨てちゃうんでね、もったいないんですよね。うまく皮も使えばいいんです。大根は十字に切ります。面取りとか隠し包丁せずに普通に十字に切るだけで。面取りしなくていいです。十字に切ること、まあ、小さく切ることによって火の入り早いですから、皆様が美味しく簡単にできる料理、これが一番ですからね。はい、はい、こちらに昆布だしがあります。しっかりと昆布の旨味が出た、昆布だし、この、昆布をまず引き上げます。昆布がぷっくりと水分含んでいい味が出てますので、少し昆布だしは水と昆布入れて一昼夜寝かせるんですけども、そうすると少しトローンとした液体が出来上がります。ここで、大根を入れて火をかけます。沸騰するまで、強火でしてください。はい、まずフライパンに火をかけます。そしてそこに、小さじ1杯のサラダ油ですね。ひと塩した、ぶり、これを、両面焼いていきます。ほんのり、まあよく言うきつね色っていうんですかね、焼き色がつくまで両面必ずしっかりと焼いてください。塩は拭き取らずにそのまま焼いてしまって。はい、塩は拭き取らなくて結構です。青い魚であればサバでもいいし、あとはサワラですね。サワラも2旬ありますから、春のサワラ、秋のサワラ、両方どちら使っていただいてもよろしいと思いますね。ではこれからお出汁の中に入れますから、表面強火で焼き色をつけてコーティングしてあげるような形になります。油の旨味、そして焼いた香ばしさの旨味がお出汁に染み渡っています。ですからブリを焼くときは強火で焼いてください。たまに鍋回してあげてください。もうこのぐらいで十分です。はい、昆布だしの中に大根を入れてだいたい15分ほど煮ますと、だいたい金串が
入る感じになります。そうしましたら、ここに調味料を入れていきます。お酒1カップ、塩 10g、 生姜のスライス5、6枚ですね。でここに、両面焼いたブリを入れていきます。コト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 煮ていきます。どれくらいの時間煮ますか？あんまり煮詰めすぎるとブリから味が抜けてっちゃうので、弱火でだいたい10分ぐらい煮ていただけるといいと思います。で少しアクが出ます。このアクはすくってあげてください。あんまり強火でボコボコやりすぎるとブリの皮が剥がれてしまったり身崩れしてしまうので、中火から弱火ぐらいで十分です。今ブリからも塩が抜けて、旨味が抜けて、スープを美味しくしてくれてます。はい、コトコト炊いてると、約10分12分ぐらい炊いてますと、ブリがふーっと浮いてきます。大根も浮いてきます。この時点でもう味がもう含まれた証拠です。そうするともうほぼほぼもう出来上がりですね。はい、それでは盛り付けをしていきます。器に対してなんですけども、そんなに量盛り込まずに大根2つぐらいですかね。もう塩味で炊いてるので、もう大根透き通るぐらい綺麗ですね。真っ白な状態です。ここに焼いたブリ1個ぐらい乗せちゃおうかな。お出汁をかけます。ちょっとたっぷりと。そして千切りに切ったネギでもいいですし、白髪状に切ったネギでも結構です。または、普通の、万能ネギとかをたっぷりでもよろしいです。ネギ、そして、香りとして、柚子、エギ柚子、ちょっとカットして上に乗せてあげてください。はい、こちらで出来上がりです。秋山さん、はい、あっという間に出汁がたっぷり染み込んだ塩ぶり大根、はい、出来上がりましたが、簡単でしょ？はい、びっくりしました。はい、これは、残った場合どういった感じに？これは冷めて1日経ってからの方が逆に美味しかったりするんですね。はい、味が染み出したそのスープで、うどんなり、または焼いたお餅などを一緒に入れて、食べていただくとさらに美味しいと思います。じゃあたっぷり作って翌日も楽しむっていうのもおすすめ。ですからスープはたっぷり作った方がいいです。はい、中で泳いでるぐらいで十分です。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は銀座の日本料理店むつかりの総料理長秋山義久さんに市場から仕入れた新鮮なブリを使った塩ブリ大根を教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。